こんにちは、ゆるセミです。今回の動画は、セミリタイが近づき不安に、セミリタイを目指して瞑想中ということでね、お伝えしていきたいと思います。今回の動画はですね、僕の今現在の状況、そして今後のね、戦略、セミリタイを目指してどうやっていくのかっていったところにちょっと迷っているんだっていったところのね、お話をしていきたいなというふうに思います。まあ、セミリタイヤがね、まあ、目前というか、もう資産的には200万円ぐらいでセミリタイヤという状況に今僕自身はいるわけなんですけども、まあ、そんな中ですね、やっぱりセミリタイヤが目の前に近づいてくるとどうしてもやっぱ不安になってきて、それによってですね、まあ、これじゃいけないんじゃないか、こうしないといけないんじゃないかっていうふうにですね、迷いが生じてきてるわけですね。そしてそんな中ですね、でもセミリタイヤをするためには何か行動しなくちゃいけないというわけで瞑想しているといったところになってきます。まあ、ですからですね、セミリタイヤを目指してこれから頑張っていこうとか、頑張っているっていう人がいらっしゃったら、まあ、一つの事例としてですね、こういったことが自分自身にも起こりうるかもしれないといったところでね、見てもらえればなというふうに思います。まずですね、僕自身は今までの戦略に疑問が生じてきているわけです。今まではこうやってセミリタイアしようというふうに考えていたんですけども、それにね、疑問が生じてきたわけですね。まず僕自身は2022年から2023年、まあこの2年間の間ぐらいで1100万円でセミリタイアできるんじゃなかろうか、そういうふうに考えて行動してきました。セミリタイア後の月々の収入としては配当金が3万円で、FX 自動売買が2万円、バイトで5万円というふうなところをね、考えていたわけです。まあ、実際のところですね、FX 自動売買のトラリピっていうのを使ってるんですけど、それもですね、まあ今年の頭ぐらいはですね、毎月5万円とか10万円とか決済してくれて非常に好調だったりしたわけですね。そして配当金もですね、今のところ月2万円のところまで来て、このままいけば順調にね、配当金増えていくんじゃなかろうか、そういったところまで来ていたわけです。ですけれども、ここに来てですね、FX 自動売買の方がですね、円安が進行してしまって、そので、ね、円安が進行しすぎた結果ですね、決済されない結果になってしまったわけですね。ですから、今年の1月、2月、3月あたりはですね、月5万円とか10万円ぐらい稼いでくれていたこの FX 自動売買なんですけれども、円安が進んだ結果によって、今現在はですね、まあ、5000円とか、まあ今月に限って言えば0円とか、そういった形でですね、全くね、稼いでくれないというような状況になってきたわけです。またそれにプラスしてですね、配当金の方なんですけども、この前ですね、月2万円達成はしたんですけれども、月3万円っていったところがですね、今の現在のペースだとなかなか厳しいぞといったところになってきているわけですね。まあそういった要素が、絡み合って、そしてプラスしてですね、2024年からはリセッション化とかですね、IT バブル崩壊の再来化っていうね、そういったニュース記事がね、目立つようになってきました。まあこういったものにね、まあうまく不安をかき立てられて、大丈夫なのかと、株式と FX だけでいいのかっていうふうにね、思うようになってきたわけです。まあ、配当金はね、まあ、とりあえずいいとして、この FX 自動売買は、さすがにレバレッジも欠けてるし、ロスカットされるかもしれないし、IT バブル崩壊の再来とか言われたらね、もう非常にビビっちゃうわけですね。ロスカットされたらですね、100万円以上の損失が出るわけで、この1100万円でセミリタイアしようとしてる自分にとっては大打撃というふうになるわけですね。まあ、だからこそ、ちょっとこのままじゃまずいんじゃなかろうか、自分自身の資産の組み替えっていうのが必要なんじゃなかろうか、そういうふうに思い始めたところです。じゃあね、これからの戦略をどうするのかっていったところで、まあ、以前からね、考えていた不動産投資はどうだろうかというふうにですね、考え始めたわけです。でもね、不動産投資をするっていったところで、やはり元手っていうのが大事になってきます。不動産投資のね、融資を引くにあたってフルローンっていうのはね、最近なかなか引けないっていうような状況になってきています。だからこそ頭金が必要なんですけども、僕自身の場合ですね、結構ね、まあフルインベストメントとはいかないまでも、ほとんどの金額をね、投資していたわけですので、ほとんど、まあ手元にキャッシュ、現金がないというような状況です。だからこそ、先ほど言った FX 自動売買を損切りして、日本株を売却しました。FX 自動売買の方はですね、口座の状況というのを今画面の方に貼っていますけども、預託証拠金というのがですね、今まで決済された金額だったり、自分自身が入金した金額になってくるんですけども、それが178万円ほどあったんですけども、今回ですね、すべて損切りをして、マイナス42万円損切りをしました。まあ、それによってね、136万円手元にね、現金が残ったということになっています。そして日本株の方もですね、高配当株投資ということで、まあ、三菱商事とかリートとかインフラファンドとかっていうのを買ってたんですが、それも、すべてですね、売却しました。まあ、すべてというか、まあ、一つだけですね、
単元未満の株20株だけ総実っていうのを持っていまして、まあ、それだけ売却できていないんですけども、ほぼほぼ売却しまして、まあ合計ですね300万円っていうのをね確保することができました。現金で300万円確保して、これを頭金にして不動産投資をしようと。それによってですね、月々の収入が配当金 1.5 万円、そして不動産収入が5万円、バイト5万円、これでね、セミリタイアしようじゃないかというふうに戦略を組み替えたわけですね。じゃあね、この不動産で5万円達成できるのかどうかっていったところで、まあ、いろいろ調べてたんですけど、これもまたね、難しそうだっていったところになってきてるわけです。不動産で5万円稼ぐ、月5万円稼ぐといったことは一体どういったことかなんですけども、不動産でね、成功って言われた場合は、大体ですね、ローンを組んだ時の場合なんですけども、物件価格の 2% の利益が手元に残れば成功というふうに言われているわけです。つまりですね、不動産で月5万円ということは年間すると60万円ということになるわけなんですけども、それをですね、2% で割ると3000万円の物件を買う必要があります。ですから300万円元手に、2700万円のローンを組んで、物件を買う必要があったわけですね。まあ、そういったことをね、想像しながら、物件を探したり、そしてね、金融機関にも行ったわけですね。そこで金融機関の方にこう言われるわけですね。まあ、日本政策金融高校さんに相談に行ったんですけども、1000万円以上の融資はね、初めての方には難しいですよっていうお話をされたんです。やはりですね、3桁万円、900万円とか800万円、それだったらですね、支店の方で決済するだけでなんとか行くらしいんですけれども、1000万円以上の4桁万円のね、融資になってくると、本部の方の決済が必要になってくると。ということで、なかなかですね、初めての方には難しいし、決済まで2ヶ月とか、そのぐらいのね、時間がかかったりもすると。まあそういったところでですね、非常にね、難しいな、といったところを感じたわけです。またですね、安くて利回りの高い物件がじゃあ逆に見つかればいいんじゃないかっていうふうにも考えて探していたんですけども、そういった物件もね、意外とないなといったところで、現在ね、ちょっと行き詰まりの状況になっているよといったところになってきます。といったところで、これがね、今現在の状況ということになっています。今もですね、物件探しっていうのはやってまして、実はね、5月の末ぐらいからですね、インターネットで問い合わせをして、不動産屋さんと現地に行って、実際に物件を見てっていうことをですね、毎週毎週やってるんですけれども、なかなかね、いい物件が見つからないといったところになってきます。そして、毎日毎日ですね、そういった物件のサイト、不動産の収益物件のサイトっていうのをね、ずっと見てるもんですから、もうほとんどね、見慣れた物件ばっかりになってきて、全然ね、新しい物件がなくて、見つかりづらいなといったところになってきます。といったことでね、今現在結構いろいろ行き詰まって迷走してるわけなんですけども、まあ、こんな風になったのもですね、セミリタイア前はね、不安が増大するからかなというふうにも思ったりしています。実際ね、この金額でセミリタイアして本当に大丈夫だろうかっていう気持ちはね、今現在もあるわけですし、この収入でね、セミリタイアして本当に大丈夫だろうかっていったところもね、気持ちもあるわけです。ただ、そういう気持ちがありながらもですね、セミリタイア時期を伸ばすのは嫌だなっていうふうに思っているわけです。仕事はね、今でも相変わらず嫌いで、まあ、電話がね、結構多い仕事なんですけども、まあ、幻聴でですね、電話の着信が鳴ったりするって言うとおかしいんですけど、まあ、電話の着信音が幻聴で聞こえたりして、ハッとする時もあるわけですね。まあ、それハッとした時にね、なんかそれこそなんか仕事の嫌な気持ちになったりして、嫌だな、早く辞めたいなというふうに思うわけです。で、まあ、やっぱり早く辞めたいなっていう、そういった気持ちと、まあ、辞めた後のことを考えると不安になる気持ちと、まあ、この二つの気持ちがですね、せめぎ合ってですね、うわ、どうしようっていう風になってるっていうのが現状かなという風に思っています。まあ、実際仕事がね、そこまで嫌じゃなければですね、あと2、3年働いた後にセミリタイアすればいいやという選択肢があったのかもしれません。ですけれども、僕自身そこまで我慢できるかって言われたら、ちょっと難しいのかなという風にも思っています。まあ、とりあえずね、現状は迷走中ですよといった形になっています。まあ、というのがね、今現在のところなんですけども、いや、全くどうしたらいいんでしょうね。まあ、どうしたらいいのかわかんないんですけど、まあ、とりあえず行動するしかないといったところで、まあ、いろいろね、勉強しながら、行動しながらっていうのをやってるんですが、うまくいくのかどうか。まあ、そういったね、迷走中って言ったところもあってですね、ちょっと2週間ほどね、まあ、YouTube の動画で何を発信していいのかっていうのもわからなかったんで、まあちょっとお休みしてたって言ったところもあります。まあでも今後はね、YouTube も迷走しながらではありますけど、ちゃんと配信していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。